はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちら見てください。来ましたよ、バージョン7のなんか4万円したやつ。というわけで今回はこちらを開封していきたいと思いますので、中身のグッズとかその辺がどういった感じなのかとか、その他にもヘッドフォンとかそういったものを見ていきたいと思います。というわけで中身が気になる方のために早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。でまずこちらなんですが、なんか入ってました。これ何でしょうか。まあ見ていくとただの納品書ですね。まあ別に運営さんからの手紙とかそういう粋なものではなく、ただの納品書でした。そういうわけでこのサビサビのカッターナイフで早速開封していきたいと思います。ちょっとテープ一つろくに切れねえんだけど、ちょっと家にあったカッターナイフなんだけど、ちょっと全然切れる。あ、結局あれだな、細い鉄の棒だから大丈夫、切れます。よし、そういうわけでね、開封できました。早速開けていきましょう。オープンザダンボール、ありがとうございます。はい、これ開けると、はい、こんな感じです。こんな感じに、まずははい、バージョン7のこれ入ってました。ディスクが入ってました。ありがとうございます。自分プレ4でやってるのバレてしまいました。いや、ポルテちゃん超かわいいね、これやべえわ。一説によるとポルテちゃんの中にはアバ様が入ってるみたいな、なんかいろいろ考察してる人がいて、その理由とか聞いたら、やっぱりアバ様が転生したのがこのポルテちゃんじゃねと思うと、なんとも複雑な気分だよな。いや、マジでその名の通りロリババアじゃねえか。はい、というわけで続いてこちら、これが今回いっちゃん高かったやつ。はい、まあ、多分2万円ぐらいのヘッドフォンですね。これがあるかないかで、マジで値段が2万円ぐらい違ってきたので、まあおそらくこれが今回やばいやつ。まあこちらの中身とかはちょっとまた後で見るとして、ちょっと置いといて、よし。続いてはね、いよいよ本体というか、実際のそのブーツを見ていきましょうか。なんかグッズとかいろいろ入ってるやつ。はい、というわけで分厚い段ボールの下に入っています。こちらです。はい、来ました。なあ、もう読み方わからん。読み方っていうか、名前わからんけど、この箱が入ってました。別に宝箱とかそういうあれじゃなく、箱です。水色の箱が入っておりました。じゃあこれをね、丁寧に開封していきたいと思います。いきます。いやー、切れ味悪い。こう見たらわかるよね、これね。もうビニール切れなくて、はっついてくるっていう、こう、ね、全然こう、うまく切れないっすね。こういうのは切り方が大事。まあ、こういうのは切れ味よりも切り方ですね。それをこう、うまい具合にこう、斜めにこういうところも、しっかりと、まあいいや、開封しとこう、両手で。はい、というわけで開封できました。まあ、そういうわけでね。はい、こちら、なんかちょっと、レベル低くね、なんか、ね、俺を見たんだけどさ、こっから開くのかなと思ってさ、こっからパカって開くのかと思ったら、いや、そうじゃなくて、もうこれ単純な見た目で、なんか前のバージョン5の宝箱とか、いかにすごかったかって話だよな、そう考えると。なんかちょっとやっぱ予算的に厳しかったのかな。やばい！何これ、もうお菓子詰め合わせみたいな、ギフトみたいな感じで入ってるよ、これいっぱい。ね、見てくださいよ、これ。いっぱい入ってるけど、あれなんかコップとかってどこに入ってんこれ、入ってんの、え、ちょっと待って、コップとかって、え、ちょっと待って、あ、下にいっぱい入ってる、下、いや、ごめん、いや、いっぱい入ってねえわ、あれあれ、なんかコップとかってついてこなかった、なんかマグカップとかなんかいろいろなかった、あれこんだけだっけ、ぬいぐるみとこれだけ、え、ちょっと待って、嘘でしょ、え、ダンボールの中もうないですよ、え、いや、ぬいぐるみ嬉しいんだけど、ぬいぐるみ嬉しいんだけど、ね、こう、フーラちゃん、かわいい、フーラちゃんかわいい、スカートの中とか、ちょっとやめたほうがいいか、はい、次、ダーストン、もう男の中の男、ね、人は顔じゃねえぞっていう、それをやっぱ示してくれた、ダーストンさん、ありがとう。はい、続いて、プクリポ、プクラス、はい、この人ね、小さいながらも、もう王様になっちゃって、いろいろ苦労すると思うけども、頑張ってくれケウ、はい、で続いてこちらアンルシアちゃん、あ、可愛いですね、可愛いわアンルシアちゃん、可愛い、超いいわ、好きだよマジで。はい、続いてマユちゃん、ま、可愛いね、オフラインやったら好きになったわ、あ、可愛い。よし、続いてね、はい、こちら、君は確か
あ、ヤン、ヤンかな、ヤン舞踏家のね、あ、彼かな、わかんないけど、まあ、君はまあまあ一緒に入ったのがビール、仲間に入っとるかな。続いてはね、このなんか一番下に入ってるこれ何でしょうか、なんかよくわからないやつ、ちょっと開けていきましょう。今回マグカップとかないのかな、入れ方がもうさ、もうそこ気づかなくてそのまま捨てる人とかいいんじゃないか。そういうわけで、まずスライムのね、こっから顔を出したりして記念写真とか撮るんでしょうか。スライムどうでもいい。続いて、はい、こちらなんだこれ、これ何、ペラペラ、思った3倍ぐらいペラペラ、これ何だ、これ、 もしかしてあのテーブルクロス的な下に敷くやつ、あのすごい、いや開けてないんだけど、とてつもないペラペラ感が、いやすごい、これでもね、もう布とか触ってる感じじゃない、もうティッシュペーパー触ってる感じのペラペラ加減ですね。もう職人芸、いやもうマジで反対側透けて見れるんじゃないかってぐらい、めっちゃめちゃこう触り心地がね、すげえ薄い。いやどうなんだろう、別に厚けりゃいいものってわけじゃないけど、ここまで薄いものってね、布としてあるんだと思った、ちょっとびっくりしました。はい、で続いてがね、こちらアイテムコードなんですが、まあ、前回ね動画を出してその後に入力しようみたら思ったらね、なんと入力されてしまったということで、はい、誰だよ前回の俺のアイテムコードをパクりやがったの。俺入力したらもう使われています的な感じで言われたんだけど、今回は俺はもうね、入力した後に動画出すんで残念でした。はい、続いて、はい、こちらは何でしょうか、なんか入ってる、結構重いっすね。開けていくんですけども、これはどうやって開けるんですか、これちょっと開け方が分かりませんな。まあ、横かな、あ、横っぽいねこれ、はい、なるほどね、はいはい、こっからこっから開けるっぽい、よし開けて、よしよし、これ大丈夫、壊れ物とかじゃないよね、大丈夫、別にプチプチの梱包とかもされてないから大丈夫だと思うんだけど、あー結構でかい、結構でかいのが出てきたよこれ、これなんだこれ、これカレンダーだね、カレンダー、はいはい、見ていきましょうか、中をオープン、これどっちから開けんのこれ、なんか、え、ちょっと待って、これどうやって開けん、これなんか両方にこうあれがついてんだけど、え、これ何、これどういうこと、あ、そういうこと、こっちから開封するって感じね、はーい、うー素晴らしい、いやーこれあれですね、あの転生の間ですね。まずこちらがオーガで、クリポちっちゃい魔人ブーで、黒柳徹子で、あとはこっちが名前忘れた、ドワーフの人で、こっちが名前なんだっけな、忘れてた名前、リナーシェ、わからん、よし、まあ、そういうわけでね、きめ細かく解説しました。続いて、おお、なんかイラストいっぱいあるねこれね、まあ、いいや、ちょっと下から見ていくと、これ何でしょうか、これ紙ハルムイだね、紙ハルムイ多分、わかんないけど、なんかこうしてみると全然なんか別世界みたいな感じだね、すげえわ、京都、京都だわこれ、京都、日本にもある。で次がねこれなんですけども、はい、いやーいい感じっすね、いい感じ、はい、いいっすね、なんなちゃんいいっすね、まあその他ご一行もいいっすね。続いてですね、次の絵を見ていきましょう。続いてはこちら、お、これどこだろう、これ、あ、ドルワームかな、ガタラかドルワーム、まあドルワームだと思うけど、いやなんか絵で見るとやっぱ違いますね、ゲーム内とはまたちょっと違った味わいがある。で続いてこちらね、いやいいですね、はい、じゃあ真ん中からいきましょうか、はい、主人公下僕と見下していたら実は主人公の方がすごかったと、なんかこう何とも言えない、最初タメ口聞いてたけど、ちょっとなんか後から敬語を使わなきゃいけない感じの立場になってしまって、ちょっと苦労しているユシカさん。そしてこちらね、仲間に入ってきたはいいけどワンパン即死するから、結局あのサポートの僧侶のザオラルのね、するから手を煩わせて、結局なんかお荷物みたいな、4人パーティーより5人の方が強いはずなのに、こいつが毎回ワンパン KO するから実はそんなことないんじゃねと思ってしまった、はい、こちらイルーシャさんで、続いてこちら可愛いですね、はい、こちらはですねアンルシアさん、素晴らしい、意外とあるんだよね、何がとは言わんが、あいつでこちらアスバルさん、個人的に結構好きですよ、結構好き、なんかね最初はすげえ闇落ち感があってあれだったけど、
まあでもやっぱこう自我を持つようになってからはなかなかいいですね。でマリーンさん、こうかっこいいね、かっこいいさマリーンさん、本当になんかもうそれ以外別に言うことないというか難しいわ。続いてこちら、次行こう。そして続いての絵なんですが、続いてはこちら、これはあれかガートランとか、これはすごいですね。こうして見ると広いなマジで。上とかもねやっぱゲーム内であんま見ることないですからいいですね、こうやって見れるのは。で次がこちらですね、はい、先ほどのご一行たち、魔戦鏡とかもおるわ。であと、もう名前忘れちゃった、あの人ね。ああ、いいですね。いいですね。はい、リンベリーちゃん、可愛いですね。いや、運営さん、やっぱ忘れてなかった。ね、なんか、実際ね、なんか最初はバージョン 6.、どこだっけ、まあ、このメレアーデが出たのでバージョン 5.3 ぐらい。その時はね、パッケージに出てて、なんかすげえね、あ、なんかダークエルコちゃんいるぜ、みたいな感じで、めちゃめちゃ盛り上がってたけど、実際出てみたらあんまり話題にならなかった。はい、こちらリンベリーちゃんがね来ました。いやいいキャラしてると思うけどな。で続いてこちらですね、これはオルフェアですね。オルフェアいいですね。なんかもういやこういう植物園行ったことあるわ。で次がこちら、あ俺の今のねそのデスクトップの背景なんだけど、いやこれいいですよね。なんかこうわかる、このクオード一つの表情にしたってちょっとこうね慣れてない感がやっぱいいですよね。でやっぱそれで喜んでる主人ちょっとごめんなさいネタバレしちゃったけど、主人ですよ、主人ね、喜んでるね。最初めっちゃね主人公のこと毛嫌いしてたけどこういう過去があったと思うとクオードも複雑だろうな。まあそれを見てメディアではこうね笑顔っていう、それを見てのこの、ね、ファラスさんのいい笑顔初めて見たわ、この笑顔で。それに早く終われよみたいな感じで睨みを聞かせているパドレおじさん。で次がね、これがレンドアからあれっすかね、もしかしたらココラタの浜辺に行く最中のそういう感じを描いたんでしょうか、わかりません。であとはこちら、いやーいいイラストですね、これは素晴らしい。メレアーデ個人的にめっちゃ好きなんだよな、特にこの服が好き、今着てる服。やっぱでかいっすね、こうしてみるとね。なんか一人だけ超際立ってないこれね。あといまいち名前も覚えてない人とか、クオードいいね、クオードいいっすよ、好きっすよクオード。で次がね、これ新しいフィールドから、あ違うね、これバージョン2のねレンダーシア大陸っすね。左側に見えるのがメルサンディのそういう農園地帯で、右側がそのセレドとか、あ違うな、このアラハギーロとかがあるそういうところとか、ただ城とかね、まあ、そんな感じで。であとはこのイラストなんですが、まあ、これまたね一人一人全部名前言えるかと言われれば、まあ、ちょっと微妙にはなってくるんだけど、まあ、それでもね かなり懐かしい人たちがたくさんいますね。いやいやフラちゃん名前言えないとか、お前全然ドラゴンクエストってやってないやんとかそう思った方いるでしょ。いや意外と言えないんすよ。はい、じゃあ問題です。例えばじゃあ、はい、こいつの名前何、確かにストーリーに出てきたな、わからんな、ザンクローネとなんかセットで動いてたようなやつ、わからんだろ。あとこいつね、いたでしょ、エルトラのねそういうクエストで、あの雲を倒す時にね、あのそういういろいろ関わってたと思うけど、ね、このニコロイの下にいるこの幼女、わかんないでしょ。であとどうですか、あじゃあね、あ こいつわかるか、わからんな、まあ、そんな感じにね意外と覚えてない。ちなみに今の全部答えられた人、すぐに答えられた人っていうのはすごいと思います。え続いてこちら、あこれあれだね、レンダーシア大陸の3つのそういう街ですね。であとはこの 2D イラストでね、いやいいっすね、 2D イラストで、はいこちらあのグランゼドーラ城 の城下町が書いてあります。ドット絵でも意外と誰が誰か分かるもんだったら、まあちょっとこうやって紹介しているとマジで日が暮れそうなんで、まあ、サクサクとこの後は紹介していくんですが、まあ、こんな感じで、まあ、たくさんねいいイラストがありまして、まだこんな感じに、まあ、たくさんありますなですね。あちょっと待って、これは紹介せなあかんわ。はい見てください、これ水着界ですよ、素晴らしいですね。はいいいですね、いらんやついっぱいいるけど、いやーこれはと思ったんだけど、
ちょっとなんか種族偏りすぎてない？その他こんな感じとか、まあ、初期のイラストとかで、あとはあい、この魔界ですね多分。で次がこんな感じで、はいはいはい、こんな感じ、はい、こんな感じで、はい、もう あんまり語ることも、まあ、そういったイラストがねあるということですよ。はい、こんな感じで、はい、でカレンダーになると。で今回のカレンダーなんだけど、なんかこうイラストをね一緒に見れるらしくて、まあ、だからこう例えばじゃこの絵じゃないやつみたいなっていう時だったら、まあ、こんな感じでもう一回折って、でそうすればこうやって、まあ、そうすればこんな感じに飾れるということですよ。なんか素晴らしいね、なんかデザインになってますよね。まあそういうわけでこちらのカレンダーいい感じでした。まあといった感じにちょっと紹介したんだけど、もう何にも入ってないんだよね。なんかキーホルダーとかなかったっけ？確かあった気がするんだけど、気のせいかな。まあ一応こういう段ボールのね、こう開けてみたりしたんだけど、いやガチで何も入ってなくて、いやなんかね、ぬいぐるみと、ペラペラの布と、カレンダーと、終わりみたいな。なんか、あれっすね。なんか、ごめん、なんと、なんか、いや、ごめん、魔界からの宝箱がすごすぎて、てかこれで4万円かってことを考えると、なんかちょっと、うん、なんか、やられた感じがする。でちょっとヘッドフォンの方も中身見ていきましょうか。開けて、まあ自分なんかヘッドフォンも持ってるんで、まあ、結局使わないんですけど、まあそれでもね、ちょっと中身見ていきましょう。はい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 。なんかよ鎧な、なんかナイトの頭の部分みたいな、スライムナイトみたいな、こんな感じの、あ、はい、こんな感じです。こんな感じ。ちょっとこれ以上開けちゃうともう元に戻せなくなるんで、まあ、これぐらいにするんですけど、まあ、上の方はなんか結構耐久性も高そうで、なんだろうな、結局ゲーミングとはいうものの 音質を大事にするタイプのヘッドフォンなんで、まあ、だからゲーミングヘッドフォンとはいえど FPS とかそういうゲームにはあんまり向かないヘッドフォンっていう、そんな感じなんで、まあ、だからドラゴンクエスト10みたいな BGM が大事とか、まあ、そんな感じの、まあ、正直どっから音が聞こえても問題ないような、そういったゲームに関しては、まあ、こんな感じに音質を大事にするヘッドフォン。まあなんか結局これスライムの柄が印刷されてるだけで、いろいろ調べてみると元は結構いいヘッドフォンなのは間違いないらしい。まあ単純なコラボ商品みたいな感じですかね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはバージョン7に登場した、まあ、なんか4万いくらかの箱をちょっと開けてみました。まあ中身がなんかおかしいな、ちょキーホルダーとかあったような気がする、なんかたくさん書いてあったような気がするんだけど、実際中身開けてみたらぬいぐるみが6体と、であとはヘッドフォンとカレンダーと変なペラペラの布っていう、ただそれだけな感じで、まあ、正直ちょっと、まあ、こう言っちゃなんだけど少し期待外れでした。まあちょっと内容物をよく読んでなかった俺も悪いけど、まあ、ただやっぱ魔界からの宝箱とかバージョン6のそういう箱みたいな、それがいかにクオリティが高かったかっていうのがちょっと今回分かったんで、まあ、こういうのはね、まあ、あくまでもちょっとグッズが欲しい人向けのものなんで、まあ普通ですよね。まあ、ちょっと欲を言えばこういうところから開封できるような箱自体の工夫というか、そういうのをちょっと見せて欲しかったです。まあ、これじゃただのなんかそういう柄が印刷されただけの箱になっちゃうんで、なのでまあそういうところをちょっともうちょっとこだわった方が良かったのかなっていう、まあ少しネガキャンになっちゃうけど、まあそんな感じの印象を正直に受けました。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんバージョン7楽しんでいきましょう。さよなら。